ドラマ、いつかこの恋を思い出して、きっと泣いてしまう、フジテレビ、映画、ナラタージュ、劇場公開もされた、ワウワウのドラマ、そして、生きる、そして、動画配信サービス、ネットフリックスで、独占配信中のネットフリックスシリーズ、さよならの続きで4作目の共演となる、有村架純と坂口健太郎にインタビュー。4作目の共演となると安心して撮影に臨めたのでは？